会社第3弾です。よろしくお願いします。第3弾。第1弾、第2弾と大好評ってます。大好評。そして自分の動画ずっと見てます。個人的に面白く。面白いですよね。僕も自分で見て面白いなと。いや、なんていうか、ブーム、まあ、本当にこれを見るのはコアなんで、長いことブームされた方が多いと思うんですけど、そうですね。それでも結構知らない新事実がいっぱい出てきて、なんなら山川のちょっと思い出しながら、そうですね。今日もきっと、この収録しながら、いろんなことを思い出すと思うんですけど。はい、じゃあやっていきたいと思うんですけど、今日はジャパネスカですね。こちらになります。はい、こちら、でかいポスターがありますね。はい。ジャパネスカ、ちょっと貴重なポスターがありまして、はい、ちょっと重たいんで先に紹介したいんですけど、はい、これポスターケースなんですけど、こんなものがあるんですか、ね、これね、別のジャパネスカなんで、行きましょうか。ポスターはポスターですね、はい、うちの実家にもあってありましたね、しばらくね。これが貴重なやつですね。ツアージャパネスカ。どれですか。これです。これがツアージャパネスカなんですね。ツアージャパネスカって書いてありますね。ただ写真は再現ぐらいの写真を使ってる。これあれ昔っぽいですね。手書きです、ね。手書きですよね。で前には多分別の会場が書いてあって、上から貼った、はい、上から貼ったっていう。使い回して使い回して。でジャパネスカってこれです。で逆立ちのポスター。これもまたなかなかですね。7月21日書いてます。もうセーフ。何年です。90年ですか。90年だと思います、ね、89デビューの90に、ジャパネスカ出てます、ね、30年前です。30年前かはい、ありがとうございます。ありがとうございました。前回からちょっと使用しているもの、はい、年表ですね。年表からちょっとおさらいを、そうですね、しましょう。おさらいしましょう。あの前回ですね、まあ、デビューの年に実はアルバムもう2枚出てたの。そうですね、5月にデビューして、タイレの人も12月ですね。12月に出て、90年ですね、ここから行きたいと思いますけども、90年1月から、全国38公演のサイレンツアーですね、はい、3月にシングル「釣りに行こう」「ザ・ブーム」「矢野明子」でリリース、うん、1月21日に日本武道館にて初のアリーナライブ、センターステージで、そうですね、11,222人動員で、ここで9月にサードアルバム「ジャパネスカ」リリース、せわしないですね。せわしないです。9月22日からですね、91年3月1日まで全国73公演のツアージャパネスカ。73公演。一番多かったツアーですね。73公演ってすごいですよね。だから、ジャパネスカで初めて行く街っていうのも結構多かったっていうことですよね。なるほど、そうです。ツアーっていうのはずっと同じセットリスト、曲をずっとやるじゃないですか。はい。だからこれジャパネスカはね、多分会場によって変えてたと思うんですよ。あ、そうなんですか、はい、そんなことってあるんですか。ありましたね。めっちゃ大変じゃないですか。僕が考えてたんで覚えてます。あ、そうなんですか。はい。へえ。なぜかっていうと、ジャパネスカだから当然3枚目のアルバムを中心にやりたいとはいえ、まだ世の中とこのザ・ブームの認知されてる時間差みたいなのがあるじゃないですか。なるほど。今みたいに情報が早くないんで、まあ、インターネットで配信とか、ね、みたいなものもないので、だから初めて見る人に対していきなりジャパネスカだと、もうかなり進歩してるというか。そうですね。アピースタイム部分の楽曲とは雰囲気も違うし、であれを求めてくるお客さんもいるじゃないですか。いや、します。ファーストアルバムの曲も聴かせてあげないタイプみたいなところで、多分ね、その初めて行く街は割とファーストの曲とかもいっぱいやったりとか、何回も行ってるところはジャパネスカを中心にみたいな感じで、ファンもちょっとこなれてるだろう。そうですね、っていう風に考えてたと思います。で当然半年もあるんで、途中ぐらいからなんか変わってた可能性ははっきり覚えてないんですけど、毎回ちょっと変わったんです。それだって扱う曲数が増えるってことですよね。そうですね。で、まあ20曲、まあ、とはいえまあ3枚目なので、まあその中で、ああなるほど、ですからまあ限られてますけど、ツアージャパネスカのパンフレットがあるんですけど、これもだからあれですよね、ジャパネスカのパンフレットなのなんですが、はい、使ってる写真はだからそれまでの、ああそうですよね。で、そのさっき言った武道館の写真とかが使われてるっていうことですよね。そうですね、これ武道館ですね。面白いですね、このジャパネスカの用語の基礎知識。そうなんですよ、これなんか用語集みたいなのがあって、オクラ、シイタケ、拒食症でしょ。要はその歌詞に出てくる言葉の説明みたいのが入ってるわけですね。辞書ですよね。辞書です。あ、100万粒のオクラ、それも椎茸も湯船に入れるんですよ。湯船、入浴用の湯を入れるボケまんまですね。まんまですよね。シロアリはあれ、これ過食症と拒食症のやつですね。あ、そうですね。ルーキーとかもありますね
新人選手って書いてます。ちゃんとした用語なんですよ、本当に。ベンツも出てますね。ああ、ベンツにつまずいたですね。そうですね、下北沢とかね、世田谷区下北沢。なるほど。通称下北。そんなんもある。正面小僧とか書いてあるんですよ。ありますね。からたちだとこのね、木のやつですね。みかんか、からたちです。あ、からたちですか。はい。中国原産です。あ、そうなんだ。はい。僕も知りませんでした。へえ。勉強になりますね。こういうのはおまけというかね。なんか凝ってますよね。全公演の日程が書いてあるんですが。そうです。日程が書いてある。最初の方なんかわかんないと思うけど。長いですね。長いですね。この頃はだからあれですよ。もうみんなでよく言ってたのが、家賃払うのバカおかしいなって。あんま家にないんで。ああ、なるほど、なるほど。これあれですね、今見ると、その同じ場所で2回とかやってますね。そうですね。なんか名古屋、名古屋とかね、連日で。そうです、すっごい過密スケジュールですね、これ。頭から取っても9月22にやって、25にやって、27にやって、28にやって、30にやって、1日やって、2日やって、1日おきにずっとやってるじゃないですか、ね。本当ですよ。無茶しましたね。すごいですね。10月とか15回ぐらいやってますよ。そんなに？だって1日おきにやってるんだもん。本当ですね。10月やばいです。12月もやばいです。山梨県も2デイズだったんですね。2デイズ。しかも月曜日、火曜日ですよ。もう週の頭から。数詰め込むことしか考えてないんで。この頃は高校生とかがね、お客さんで多かった。なるほど。平日の夜でも学校の帰りとかで全然来れたんですよね。やばか。若い。当たり前ですけど。30年前ですからね。いろいろ、あれですよ。突っ込まないでください。変わりましたね。変わりますよ、それ。30代って、ね。20代です。とまあそんなジャパネスカなんですけれども、今日 CD。このままジャケットを解説しますか。はい、まずあれですね、この辺上の逆立ちからなんですけども、まあ、まずその、ジャケットですよ。ジャケットってやっと3枚目にしてメンバーが登場したと思ったんですよ。2枚目、サイレンは魚ですからね。いきなりもう顔に今度は傘、もうロックスターとは思えないジャケットですよ。そもそもファンからすると、結構路線が変わりましたよね。そうですね。もうなんていうか、もうロックスターって感じじゃないですかね、これね。これを選ぶセンスっていうかね。すごいひねくれかなっていうかね。はい。そもそも、どっから始まったんでしょう、ジャパネスカというか。まあ、スカをずっとやってて、はい、3枚目にして、借り物じゃない音楽っていうか、なんかアイデンティティ的な日本人しかできない音楽みたいなのを追求し始めた。やっぱりみんなそのところはロック。アメリカ、イギリスのものがいいもので、日本の音楽はしたみたいなイメージ。だ実際、このバンドブームが来るまでって日本のバンドは少なかったですし、レコードとか音楽業界にしても、みんな洋楽ばっかり聴いてたし、僕も日本の音楽なんて聴いてなかったんですよ。もちろんフォークとかニューミュージックとか聴いてましたけど、ロックとか、まあ、いわゆるそういうものは外国の音楽。聴くみたいなところで、バンドブームでいろんなバンド出ましたけど、やっぱりみんなロックでアメリカやイギリスの真似をしてるっていうところから、ちょっと抜け出したいっていう思いが。なるほど。雰囲気的にはやっぱりなんか、日本のものやっぱり海外の方がかっこいいぜって。かっこいいぜみたいな風潮だったのを、もう真似じゃなくて、せっかくプロでデビューしたのに、僕らザ・ブームでしかできない。もうちょっと追求したいなってなった時にやっぱ沖縄っていうのが一つヒントになったんですよね。なんでかっていうと、日本のいろんな民謡みたいなのももちろん日本各地にありましたけど、ちょっともう廃れてきてたとか、年寄りだけのものとか、もう一部ちょっともう伝統音楽みたいな感じになっちゃってるみたいですか。まあ民謡とか音頭とかは全国ね、どこでもありましたけど、なんかこう日常生活に関係あるかっていうと、うあんまりね、聞かないし、そうです、なんか場合によってほら、やや古臭いものみたいな、古臭いとか、あるいは、かっこ悪いとか、みたいになってたのが、うん、まあ、僕もちろん知らなかったんですけど、まあ、宮川さんの時に沖縄っていうのは、いまだに音楽が日常とこう直結してる、日々の生活の中に音楽があって、はい、三線っていう楽器が、もう、お酒を飲めば。皆さん知って歌って踊ってみたいな、日本のどこにも昔あった風景がもうだんだんなくなって、でも沖縄にはまだそれがあるみたいなところで、じゃあ沖縄に、はい、自分たちのルーツを作るみたいな、ね、まずはじゃあ沖縄行ってみようみたいな、みたいな、ね、
このジャケットも沖縄、初めて沖縄に行った時のジャケットですね。ちょっと沖縄っていうとこの頃の、まあ、バブルの頃で余韻が残っていて、みんなビーチにしか興味がない時に、これはあの結構北部のヤンバルっていってちょっと上の方の山の中ですよね、はい、だから本当にねビーチとか行ってないですよ。あ、そうなんですね、うん、もうずっと北部の方にしか行ってなくて、なんとなく覚えてるのは夜着いて真っ暗な中車で結構北上して朝起きたらこんな感じだった。なるほど。海、青い空とは全く別の沖縄を最初に見たんで、牛車それが本当初めてに行った時なんですね。そうです。細かいんですけども、うん、このジャパネスの曲ができる前に沖縄に行ったってことですか？レコーディング最中だったの、ね、最中まず全部は撮れてなかったかなと思うんですよ。ちなみにまた細かいんですけども、うん、メンバーで一緒に初めて沖縄に行った、うん、曲がなんかある程度できてたってことで、宮川さんは行ってたかもしれないですね。先に行ってたかもしれないですね、はい、ただそんなにはまだ行ってなかったと思う。沖縄民謡を聴いてたんだけど、多分そのカセットとかしかない、カセット、カセットを多分送ってもらったからっていつも聴いてた時期だと思うんですよ。